生産性にこだわりのある自分が実際に設定している内容を15個まとめてゴッドモードというのを紹介したいと思います。直道です。今回はパソコンの Tips を紹介します。プライベートでは普段 Mac を使っているんですけども、普段の NTT データでの仕事は Windows がメインになってます。僕みたいなオフィスワーカーの方は Windows を使っての作業っていうのが多いと思うので、生産性にこだわりのある自分が実際に設定している Windows の内容を15個まとめて紹介したいと思います。どれも簡単に設定できるものです。この動画を見ながら皆さんと一緒に設定をして仕事の時間短縮につなげてもらえれば幸いです。ちなみに今回紹介する Windows の設定以外にも Windows の便利なアプリケーションだったりウェブサイトも今後紹介していきたいと思いますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。話を戻しまして、今回は5つのカテゴリーに絞って紹介したいと思います。マウス、キーボード、文字入力、フォルダ、その他になります。それでは早速行ってみましょう。今回私は新しい Windows のアカウントを発行して、ここからいくつか設定をしていきます。まずマウスの設定なんですけども、コントロールパネルを出していきます。コントロール検索すると出てきますので、こちら検索して、今初めはですね、表示方法がカテゴリーという風になってるんですけども、ちっちゃいアイコンにしましょう。そうしますと、マウスというのがここに出てきていると思います。選択します。でマウスのプロパティ、ここでいくつか、設定をいじることができます。こちらボタンタブをクリックして、ダブルクリックの速度というのがあります。こちらデフォルトが真ん中の方に寄っているんですけども、こちらを一番右の速くにしていきます。ダブルクリックした時の反応が一番速くなるということです。次にポインターのオプション、このタブをクリックして、速度が一番真ん中に寄っているんですけども、こちらを右にして速くにします。そうすることでポインターの移動がより俊敏になります。そしてこちらお好みですけども、表示のところの一番下にあるコントロールキーを押すとボタンの位置を表示するというのがあります。こちら押してみます。こちらはですね、コントロールをこのチェックを入れた時点で押すとですね、このように、まあよくセミナーとかで見受けられると思うんですけども、ポインターがどこにあるかっていうのがわかりやすくなります。大きな画面とか、ある時に、これがあると、ポインターどこにあるかわかりやすいので、私は入れておくことをお勧めします。そして次、ホイールのタブですね。ホイールのところは、スクロールの俊敏さ、ですねっていうのが、設定できます。デフォルトだと3と3という風になっていますけど、ここはいつも20と、7ぐらいに設定はしています。こちらはちょっとお好みですけども、デフォルトよりは上げた方がスクロールした時により遷移する距離が伸びるのでおすすめです。以上でできましたら適用をクリックします。はい、できました。以上がマウスの設定になります。次にキーボードの設定に移ります。キーボードもですね、先ほどのコントロールパネルのちっちゃいアイコンを選んだ状態でキーボードが出ていますので、こちらクリックします。キーボードの設定はいくつかしかありません。表示までの待ち時間というのが真ん中に寄っているんですけども、こちらは一番右に寄せています。表示の間隔、ものによっては真ん中に寄っているかもしれませんが、一番右に持って早くにするといいです。こちら何が違うかと言いますと、この真ん中の入力ボックスでテストができるんですけども、表示までの待ち時間というのは、長押しで文字を押した時に、連続して文字が出てくるまでの時間を制御できています。例えば、先ほどの表示までの待ち時間を一番長くにしてしまうと、同じように、じゃあ S をずっと押した時に、出てくるまでが遅いと。こんな感じで。遅いんですけども、待ち時間を短くすることによって、すぐ出てくるようになります。まあ、少しストレスが減るという意味で、一番右にしておくといいと思います。できましたら、このまま適用を選択します。以上がキーボードの設定になります。次は、
文字入力 IME ですね。こちらの設定をしていきます。IME というのはインプットメソッドエディターの略で、通常のキーボードで入力できないような文字入力などを助けてくれるプログラムのことです。この中で例えばショートカットの設定だったりとか、単語帳の登録などができます。では私が普段設定している内容を紹介していきます。IME はですね、右下の A ですとか、A とかですね、文字が書いてあるところが出てきたら右クリックします。メニューが出てきますので、ここでプロパティを選択します。そして詳細設定を選びます。私が普段設定しているのは英字や文字を半角で入力できる設定です。オートコレクトのタブを選択します。こちらデフォルトですと半角全角のところは変換しないになっていたりするんですが、こちらは、私の場合は常に半角にしています。こちらも数字も常に半角にしています。こうすることでいつも出てきている全角にしてからスペースをして変換して半角に直すっていう作業がなくなってとても効率的になります。できたら適用をクリックします。あとこちらは物によってなんですけども、キャプスロックっていうのをオフすることができます。こちらも同じようにプロパティの詳細設定を選択しまして、全般というところ、こちらから編集操作というところ、今 Microsoft IME がデフォルトになっていますが、こちら変更と押して、キャプスロックというのはシフトと英数を同時に入力するとオンになる機能です。なのでこの中から A 数というこちらですね、この行を選択して削除してあげると、で適用してあげるとユーザーの定義というふうに変わります。こうすることで A 数を押しても何も変わらないよと、キャプスロックを押しても無効になるという設定ができます。ただこれは機種によってできたりできなかったりするので、できた方はやってみてください。もし元にデフォルトに戻したい場合はですね、ユーザー定義から Microsoft IME に変えると元の入力規則に直すことができます。ですので安心してやってください。以上が入力規則の設定でした。次にフォルダの設定をしていきます。 Explorer を立ち上げます。まず行いたいのが拡張子の表示です。今こちらにダウンロードのフォルダがあって、メモのファイルがあるんですけども、このテキストファイルがドットテキストと書いてないのが見づらいかなと思います。表示のところからファイル名の拡張子にチェックを入れるとドットテキストと出てきました。あとは細かい設定もしていきます。同じく表示のところからオプションを選択します。表示のタブを選んでですね、ここからいくつかチェックを入れていきます。まずチェックを入れるのはタイトルバーに完全なパスを表示する、これチェック入れます。これを入れることで左上にですね、ここに完全なファイルパスが出てくるようになります。後でご紹介します。あとはスクロールしてですね、暗号化や圧縮された NTFS ファイルをカラーで表示する、こちらですね、ファイルを暗号化したりだとか社内のセキュリティであったりすると思うんですけども、それをした場合に青字でフォルダ名が書かれるので見分けがついて、見やすくなります。こちらチェックを入れます。そしてですね、開いてるフォルダーまで展開、こちらにもチェックを入れます。こちらも後でご紹介するんですけども、左側のメニューに、フォルダのツリー上で今どこにいるかっていうのが表示されるので非常に便利になります。できたら OK をします。まずフォルダのファイルパスというのがチェックを入れたことで左上に出てきていますね。開いてるフォルダーまで展開をチェック入れましたので、このように左側のメニューが中身の連動して今どこにいるかというのが分かるようになりました。以上がフォルダの設定になります。最後にその他ということでゴッドモードというのを紹介したいと思います。皆さん Windows の設定するときにコントロールパネルよく開くと思うんですけども、どこに何があるかって分かりづらいですよね。お目当てのものって探しづらくないですか。そんな時に役立つのがゴッドモードです。コントロールパネル上で設定できる項目をエクスプローラー上でバーッと一覧化されるような機能になってます。隠しコマンドなので通称ゴッドモードというふうに言われてます。その設定をしていきます。
ホーム画面ですね。Windows の画面で右クリックを押して、新規作成で、まずフォルダを作成します。次に、ここに、おまじないとして、特定の文字を入力していきます。この文字がこちらになります。godmode.大きな括弧で特定の文字が入っています。こちらの文字は概要欄に貼っておきますので、コピー&ペーストしてみてください。こちらですね。まあ、貼ります。そうしますと、コントロールパネルのアイコンになったと思います。これでゴッドモードが爆誕しました。ダブルクリックすると、ゴッドモードが起動して、設定できる項目が一覧でバーッと出てきています。まあ、例えばよく使うのが電源の設定とかはよく使うかと思いますので、ゴッドモードを開いて、電源と打ってあげると、電源のとこに来ますので、これダブルクリックすると、コントロールパネルで選択できるのが、一発でその階層まで選択することができます。非常に便利ですよね。デスクトップのショートカットとしてぜひ置いてみてください。いかがだったでしょうか？本日は Windows 10の生産性を上げる設定項目を15個紹介してみました。設定自体は非常に簡単なので、ぜひこの動画を見ながら設定してみてください。引き続き仕事の生産性に関わるような動画も上げていきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録といいねお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。